藤航のカムバックでリバプールの中盤はどうなる。意見分かれるマクアリスターとの連携。バーンリー戦では2人とも先発しているが、この同時起用が可能か疑問視する向きもある。リバプール専門メディアリバプール .com でも議論しているが、マット・アディソン記者は遠藤をアンカーの2番手にすべきとの見方を示す。勝者は1人だけだ。リバプールでのプレーに慣れてから多くの印象を残した遠藤には厳しいが、優れているのはマクアリスターの方だ。彼はポゼッションの部分でより多くのことを提供できる。一方、同時起用も可能との見方もある。ジェームズ・マーティン氏はマクアリスターがインサイドハーフの役割になれるべきとの考えている。マクアリスターはリバプールのシステム内でインサイドハーフに求められることを再学習する必要がある。最終的には後ろに構える遠藤が提供する強固な守備基盤からの恩恵を受けることができるだろう。この前の試合を見る限り、ターンオーバー以外で遠藤を外す選択肢があるように見えないが、どの道プレミアでスタメン固定なんて不可能なんだから、うまくやりくりするやろ。押し込める相手にはマクアリアンカーで、上位相手には併用でいい。遠藤の有無で即時奪還の敵陣回収の成否が変わってくるから、もはや外せない。チアゴとファビーニョと併用されてたし、刈り取れるアンカーは必須だと思うよ。フルで酷使されることを考えれば、マッカ復帰は普通に歓迎できる。仮にセカンドチョイスになったとしても、すぐに出番は来るし、併用も十分ある。